こんばんは、気づきチャンネルへようこそということで、今日は外にいます。ここはどこかというと、家の近所の金岡公園です。前虎鉄を連れてきた動画でほとんど虎鉄を抱っこしながら歩いてた公園なんですけども、はい、後ろに体育館があります。今日はなんで来てるかというと、前にもちょっと言いましたが、はい、こっちかな、はい、コロナウイルスの、ワクチン接種にやってきました。この辺りの地域はね、ここが集団接種会場になってます。結構ネットで撮るのもね、夕方から6時からっていうね、6時前からちょっとスタンバイしてて、いいやって撮ったんですけども、まあ、なかなか撮れなかったんですが、無事撮れました。まあ巷では、ワクチンを打つと、インターネットとつながるとかね、なんかものすごい、陳説が流れてますが、きっと、これを打って俺も 5G につながるのかなとか思いながら、まあワクチンを打ちますが、まあ、熱が出るのかどうなるのかね、また、追ってね、動画上げていきたいと思います。はい、まあ、どんなもんかわからない人はね、これを見て、ワクチンってこんなんかとか、こんな症状が出るんかっていうのをね、見てもらったらいいかなと思います。まあ、症状も人によって熱が出たり出なかったり、この間の電脳減衰会では、実はボブさんが前日にワクチン打ってきましたけど、当日はしんどかったけど、翌日、まあ、ライブの当日は全然平気ですって言ってましたんでね、まあ、人によって違うとは思うんですけども、またどんなもんかリポートしたいと思います。まるっきり変化なしやったらね、ちょっとネタにならないんで動画にならないかもしれないですけどね、まあ、そんな感じで、打っていきたいと思います。まあ、本当は中でね、打ってる様子とか、映したかったんですけど、さすがにそれは無理かなと思いますので、まあ、ちょっと今から打っていきたいと思います。接種終わりました。思ったほど痛くもないですし、なんかしんどい感じもなかったんで、まあ、15分間、何事もなくいて、それで出てきました。やっぱり中は撮影禁止ってあちこち入ってたんでね、ちょっと撮影はしてませんけども、まあ、思ったより人が少なくてというか、人もまばらなんでね、ここで感染が広がるってことはまずないなって思いました。まあ、こんなんで映るんやったらよっぽど満員電車の方が危ないですけどね、まあ大丈夫でしょう。まあさすがやなとは思います。はい、まあ、こういうとこはちょっと日本人の偉いとこかなとは思うんですけどね。さあ、帰って熱が出るか、まあ、これからが本番という形になってるんですけども、まあ、注射もなんか筋肉注射でめちゃくちゃ痛いという話は聞いてたんですけど、まあそんなに痛くなかったので全然大丈夫かなと思います。まあ無理してね、熱が出ても明日のライブに響くので、それはやめておこうかなと思うのでまあね、家でおとなしく、しておこうかなと思います。はい、まあ熱が出たら出たで、また動画に撮ってね、また順番に上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、バイバイ。